はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチュア大歓迎、来るものは拒まずお送りいたします。パーカーションのワークショップ、高見がお届けします。よろしくお願いします。ポップスとかだったら、そのポケットとか言うんだけれども、その気持ちいいタイミング、気持ちいいタイム感で、この手拍子が入れられるかどうかっていうのが先決ですよね。手拍子で、 あんまりいいところで入れられないのに楽器で入れられるわけはないと思いませんかこれはもうサクッといきますね。もう一言で言うと末端で取らないっていうことです。末端っていうのは先の方え体の中心の方を根元って言いますね。根元で先に行くこと末端になりますからえと例えば指とか手首とかでえリズムを取ったり あるいはまあ肘から先前腕でリズムを取ったりするというよりかはこの根元の方から振ってえっとまあつまりこう大きい動きですよこういう動きになります。はいでえっと身体操作能力っていうか自分のこのコントロール能力が高まってくると末端だろうが根元だろうがどこでもこう 同じように感じれるんだけど多分その最初の方っていうか、えー、初心者さんビギナーさんにおいてはですねなるべく最初の意識として自分のこの体の中心から感じる、えー、例えばそのポップスとかダンスミュージックだったらワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スー・フォーこういうクラップがまあ大半だと思うんですけれどもこういうのやる時にその末端でワン・ツ はい、こうってこうう、ってピンポーンみたいなあの早押しクイズみたいにやると何て言うかな点でしか捉えられないから結構ずれやすくなっちゃうと思いますパン・うんパン・うんうんタン・うんタン・うんタ,タン・ンタ,ンタンっていうえゆりかは、えー、こっちだね <laughs> 感じるのはこの <laughs> 体中心方でワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォー まあちょっと今できる方は試しにやってみてほしいんだけどワンツリーワンえっとワンツースリーフォーのワンとスリーを軽くこう自分の体を押してみてくださいワンツースリーフォーワンスリ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 ーワンツースリーフォーワンはいえこの感覚ができるとえっとワンでこう押してこうツーで戻るっていうか 押されて戻る押されて戻るみたいなこう自然にこう戻ってくる感覚っていうのがあると思うんだけれどもえその戻るタイミングでワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリーこんな感じで振ってあげるとワン・ツー・スリー・フォーワン・手を動かして叩くというよりかはこの体がワンを感じて戻る反動で。 腕が振られて2のタイミングでなる。ワン、ツー、スただ感じてるのはワン、ツー、1リー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。あるいはワン、ツー、スリー、フォー。もっと細かく感じてもいいんだけども、ワン、スリー、ワン、スリー、うん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 。っていうのがあって、この裏の。 手拍子が初めて気持ちいいとこに入るっていうか、えー、いい感じになると思いますのでちょっとうまいこと手拍子いかんなと自覚がある人はなるべくこの自分のね中心に意識を向けてあげるといいかなと思います。はい、あでこの根元から振る感覚がもし分かんない方いたらえっ、ー、とねこれストレッチっていう感じなんだけれども、えー、と手の甲をこう上向けた状態にして。 このままぐぐぐっと開いてみてください。こうペンギンみたいにね、ふあーってこう、ふーってこう、息吐きながら開いていただいて、これを一気に離す。こういう感じ。ぐぐぐぐぐって開いて、はー、こういう感じで。<laughs> はい、こういう感じ。すると、この肩甲骨からこう、腕触れてますから。 えやってみてみください、はいはだからねやっぱりこの辺も凝ってたり固まってたりすると思うよりコントロールができなかったりしますので柔軟性だったり、えー、日々のケアっていうのはすごく重要です。はい